読売2つの話重いな。アレさんお帰りなさい。ただいま。どうぞ。おかえりなさい。北海道にな1週間。1週間。ぴったり1週間。めっちゃいい。コロナ明けて初ですか。コロナ明けて初。そうなんですか。じゃあ何年ぶり。数えたら2019年6月が最後の写真が残ってたんだよね。はあ。だからちょうど4年ぶり。北海道の空気を食べてきましたよ。北海道の空気。空気を食べてきた。北海道。金ないっすか。金ない。ごめんなさい。海鮮とかね。確かに。なんかね、空気しか食わずに帰ってきた。すみません。北海道の空気の食べてきたっていうその後に母の作った料理を食べてきたっていうのを喋ろうとしたら、ごちゃごちゃ。吸った。吸った。そうそうそう。失礼しました。母の手料理も食べて。触れちゃいけないかと思って。この体重。空気だけでね。どうでした。いや帰りたくないぐらい、まあ、楽しかったし、あ、まあいろいろね、まあ親の顔見て安心して、そうですよね。あのウィンナーの、うん、焼き加減、塩コショウ加減、はい、全然変わんないのよ。お母さんうちの母の、ああ、それはそうです。変わんないもんだねっていう、まあところから。はいはいはい。え、家族は、うん、はい。お父さんお母さんと妹夫婦と妹の子供、あ、めいっ子ちゃんですか、うん、そうです、はあ、4年経ったらめいっ子ちゃんって、確かに、そう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 、もう中2とか、中1になってた、あ、でかいよ、思春期ですか、じゃあ思春期だよ、もうそうそう思春期で、おじさんに対して、おじさん、コウスケ、コウスケって呼ばれてるんだけど、コウスケと喋ってくれないわけよ。そんなレベルで。女の子の方はね、お姉ちゃんの方は、ね、めっちゃ嫌だ、で弟の方はもう小4だから活発よ。あ、うん、ブーシーとか言われました。そんなの知らない。知ってんすか、あれしんのすけ。知らないと思うよ、あれしんのすけの活動。あれしんのすけ知らないんじゃないかな。知ってんのかな。ポコチャライバーってことは知らないんじゃないか。小学生で刺さりますからね、今それが。あ、そっか、はい、実家でポコチャやってたんですか。やってた。おう、親も知ってるし。あ、そう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 、いやでも親のいる空間ではやってないよ、自分の部屋で。あ、なるほどね。こもってやってた。あ、やっぱこの年になっても自分の部屋ってやっぱ残ってるもんなんですか。そう、ベッドがあったからね。ああ、なるほど、いいっすね。心配されないですか、親からその一人が、ね、一人で部屋にこもって40歳男性が部屋から4時間怖っ。そっか、40歳ですよね。え、またとか言われたよ、はいたけどね。え、またやってんの、また行くの。え、またよく中学の時とかさ、ね、あのご飯したら食べてさ、早く携帯切りたいから上戻ったゲームしたりもそうだけど、それをやってると。そうやってると。実家でご飯食べて、じゃあ部屋戻るっていう。携帯でにらめっこしてやってましたよ。まあでもお父さんあれですもんね、理解ありますもんね、そういうのに。お、いや理解あるよ、みんな。あ、お母さんもそう、うん、あるある、全然ある。神剣さんね、神剣さんですよ。配信ってなんだって言ってたけどね。見たいぞと。あ、そっちの。いや俺見たくないぞと。俺は見られたくないぞって。俺はね、そうですね、やっぱね。そうそうそう。友達にも会うんですか。会ってきたよ。おお、まあ、友達だったり、俺セントラルスポーツでコーチをやってたから、水泳の先生、水泳の先生とかやってたから、フィットネスの先生とかやってたから、それ会員さんとか、あの教え子とかにあって、うわー、いいっすね。だってそれ十何年前の話ですか。ちょうど10年前だね、俺が北海道から出たの。あ、10年ぶりに会うみたいな。当時教えてた、それこそ中学生とか、そうそう、当時教えてた小学生の女の子が、はい、今コーチやってたわ。すごいなっていう驚き。もう20後半とか、だから10歳だった子が20歳ですって言って、セントラルスポーツフィットネスクラブめぐみので、先生になってた。先生してた。水泳の先生。その写真は今日はない。確かに見たいな。え、それを見た後に部屋にこもったんでしたっけ。それは違う目的なんだ。ティッシュ持って、バカ野郎。ちなみにその1週間、お笑いですか。何これ。裏配信の。それチンポクじゃないか。やめてください、これ。アズーリまた凍結になっちゃう。ああ、え、またなったんですか。YouTube 凍結の話題で母が、うん、なんでってずっと言った。ああ、お母さん見てらっしゃるから、ま、なんか見たくてしょうがなくて。いや、それは、あ、そうかそうか、アーカイブで楽しんでらっしゃる。そうそう、アーカイブも楽しむらしいな。あれようやくね、グループラインの方で理由が判明したというの来ましてね、はい、あのー、
よかった、俺らじゃなかった。危ないよって言ってた。危ないってか、俺が背負ってるじゃなくて、違うんですよね。危ない危ない危ない。ヤカベが、あの、湖の名前を連呼したのは、まだ引っかかった。ジュネーブ湖ですね、ジュネーブ湖。ジュネーブ湖。先週いいのもらいましたから。もうね、理由来てて、はい、おそらくというか、まあ、あっちから来たのは、ワクチンに対する、なんていうの、批評をしちゃったことじゃないかと。それで YouTube、政府的には新型ワクチンに関してああでもないこうでもない噂を言うのは良くないらしくて、あ、 YouTube 側じゃなくて日本から、いや YouTube が依頼受けてんじゃないの、分かんないけど、拡散しないようになる、どっかの番組でワクチンのあるかないか分かんない噂をしてしまったということですね。じゃあ僕のジュネーブ化はワクチンよりもいいってことそうなるよね。ワクチンはもうダメかもしれない。ああ、チン、チンも入ってるし。いやワクワクチンポコのことじゃない。僕ワクワクチンポコ否定派じゃないですよ。ワクワクチンポコで否定派じゃないんで。あ、じゃあ気をつけてやっていけたらと思うんで、はい、じゃあ呼び込みましょう。青年隊。よっしゃ。いや、あれさん実家帰ったのもそうですね。いや、そうですね、本当に。はい、そうですね。まあその間も、まあ、僕らに特に変化はないんで、はい、いやいやいや、触れることはないですけども、ね。いや、触れてくださいよ。え？いやいや、僕の。どうしたの？俺か。髪切ってきた。ああ、さっぱり。妹夫婦のところで。そう。めっちゃいい。帽子かぶってたからいまいちわかんなかったよね。あ、僕もね、うん、あの先週は化粧してたんで、今回すっぴん。いいね。やっぱ違う。帽子を戻ってね。はい。いいね。違う。どうした？なんかある？ここ。ああ、あれね。あと本番前パチンコ1万負けたやつね。やめて。何言ってんすか、それ。だから脱落しちゃったの。サイヤ人の、サイヤ人が逆サイヤ人みたいな。でもその、今日ね、パチンコ誘ったの僕金髪にしたから、はい、金運上がるだろう。ああ、はい、ちょっとね。金掘り来なかった？来ないっすよ。どころか、何も起きず。1時間半これです。1時間半。何のために行ったんだっけ、あの、生活費を。いや、その1万で、もっとできたでしょ、なんとか。一番の1週間を暮らせるはずだから、ね、うん、はいはい、そうですよね。いや、そんなのじゃないんで、その贅沢な1週間にしたいじゃない。なるほど、まあね、はい、カツカツよりはね、はい、だから安楽がやってる、はい、その石田貯金ですよ。ああ、はいはい、なんかあった時に玉筋のギャラとかもそう、はいはい、そうですね、石田貯金貯めてきたんですよ、はい、そこのうちの半分を今下ろしてかけに行ったんですけど、ダメだった。だいぶ下ろしましたね、半分は。でももうね、もう喋りたくないですよね。テンションがね。めっちゃいい色だね。いや、そうですね。綺麗な。いい色。で、あとね、痩せたのがすごくいい。ああ、そうなんですよ、これ。これ、太ったら、うん、白顔、金髪デブは、確かに。嫌だもんね。見てらんないですもんね、やっぱね、うん。金髪豚野郎がまさにそうなることですね。金髪豚野郎、ああ、うん。そう、それぞれみんなキャラクターができたね。確かに。そうですね、できてきました、ね。確かに。もうずっと金髪なの？はい、僕もずっとあの、金髪オールバックメガネで。違うじゃん、今。これオフモード。あ、オフモードです、今。舞台上では金髪オールバックメガネで。はい。おー。の水色ジャケットでもう。なるほど。の漫才師として。はい。そうなんだ。いや、全然。いや、本当に？いや、こういうの言うけど、頑張るやん、普通は。うん。本当頑張らんやん。違う。本当にだから。1時間半。普通はね、そこ出さないのがみたいな。パチンコする人は、負けた時に、でもこんな惜しかったのがあったんですよ。はいはい、ここでもうちょっといけばとか言うけど、はい、何もなさすぎて、語ることがない。本当に、横で打ってるのに、1時間石田さんの顔見なかったか。うん、久しぶりって思いました。でも楽しいこともありまして、はいはい、その後、はい、ここにスタジオに着いてですね、はいはいはい、予定よりも早く着いちゃいましてね。あ、そっか、うん、でちゃんと体重測りまして、おー、じゃあいいですか、体重の方。いいこともね、今週の体重結果こちらとなっております。じゃじゃん、ガタオカマイナス 0.2kg、 安楽マイナス 0.3kg。 よし、やりました。すごいね、ついに。今ね、ちょうど数えて3ヶ月だったんですよ。素晴らしいですね。企画開始から3ヶ月で 5.9kg、 6.3kg ということで、うん、まあ来た瞬間ね、はい、まずいつもの楽屋じゃなくて、うん、楽屋いくつかあるんですけど、そうかそうかそうか。でも前いつも使ってる楽屋は今日ママの部屋だったんですよ。だから俺らがね、はい、ちょっと前に見つけたあの、はいはい、カーペットのちょっと歪んでんのかな、はい、マイナス6キロ、ここに置けばマイナス6キロ、 0.5kg 使えなくなってしまい、はい、いやいや、そんな私ダメでしょ。マイナス6キロになってたら逆にやばかったじゃん。あ、確かに、まあ、1キロが減ってる方だったよね。いや、そうですね、はい、これはちゃんとね、正式だと思う。正式あの、ある程度探したんですよ。あんのか、ある程度。あったえ、そのダウジングみたいなことしたんですか。もダウジングしました。まずね、やったことといえば、来て、うん、はい、2人とも全裸になります、はいはい、体重乗ります、はい、で、先週と同じだったのよ、2人とも。ああ、なるほど。ってことは、おしっこすれいけると。はいはいはい、はい。おしっこします、
で戻ってきて、はい、あとはもうそのダウジングですね、はい、いい場所探したらちゃんとこの部屋もありました。あ、なるほど、僕が62.2 表示されたんだけど、はい、62.2 が表示された場所があったんで、なるほどなるほど、でもそれはさすがに早いと、うん、あ、そうです、次回取っとくと、もう、そう今減ってるから、だからこれ通常だと思う。なるほど、これが本当の体重。安楽なんか最初 73.8 で行きたいっつってずっともだえてたのよ。もう来週のためにね、貯金を。来週のためにもう逆に増やす作業みたいなもん。いや、そう、いやだって普通に水とか飲んでますから、測りながら。やばいとか体重調整。体重調整。ということで僕らは見事今週もクリアという。いや、おめでとうございます。素晴らしい。もう素晴らしい、これ。素晴らしいですね。さあ、そして先週から同時進行でスタートしてる。これ評判もすごくいいんでね。いいか。いや、かなりいいですよ。他でやったんですか。いや、だからよ、うん、まあ、だからよ、男、俺、はい、本当に食べたいのいっぱいあんの、あそこに行きたい、実家帰ったらあそこに行きたい、一食なくなってんだから俺のナポリタン、確かにナポリタンで、ね、どっちからじゃあ見ます。あ、じゃあ僕からでいいか。確かベイヤから行く、はい、そうですね。じゃあ矢壁の方の、はい、手作り料理の様子ですね。はい、あ、いいじゃん、100均のパスタ、はい、フライパンに、その横のあの材料はあれ使いましょう。だから前回と一緒のやつを、はいはい、だからオムライス、ね、SDGs をね、はい、で、あのお鍋ちょっとめんどくさかったんで、うん、洗い物減らしたかったんで、うん、フライパンで、はいはい、フライパンで調理した。できるなって今思ったら、うん、賢くいける、はい、できるよね、はい、できます、はい、で、はい、2枚目が、はい、ちょっと待って、え、少なくない。いやなぜ、いやだいぶ余ってんじゃん、100均のパスタ。いやね、次は え、ちょっと待ってよ。これはどういう状況。いや、ナポリタンでしょ。じゃケチャップライス、ケチャップかける、はい、あれ、水は、あ、水抜いて、あ、水抜いて、はい、そこにケチャップ入れて、ケチャップ、はい、ケチャップね、はい、これで、はい、これでいや素晴らしい。これ一食ってこと。ちょっと待って、いや、これね、この作る予定の日に、うん、ちょうど安楽さんに誘われて、うん、トークライブの後に、うん、その後よ、空いてたんで、したら安楽さんご飯誘っていただいて、うん、でもお腹パンパンで、なるほどね、うん、はいはいはい、作る日がもうなくて、うんうん、だからとりあえずナポリタンだと、うん、はい、だからあの麺よりもあの旗の方が時間かかりました。じゃあ味、これケチャップだけでいけんの。あ、でもあのやっぱ塩コショウと、あ、塩コショウして、塩コショウもして、でオリーブオイルかければ、うん、まあまあ美味しいです。ナポリタンの味、ナポリタンします、本当に。あ、そうなんだ、はい、むしろかけすぎたぐらいでした。あのやっぱ少ないから量が、まあね、はい、これどんぐらい食べきったの。これあの2秒でいけるだろうね。もう本当にこれちなみにじゃあ残ったパスタだって無駄になって、いや、そうです、だからもう、いやだからその一食無駄になるわ、これできる、これができました。そのいや、なんかもう、あ、少量でみたいなこと。前回はあのパックご飯だったんで、もう、うん、あの分量が無理で、でも食材が増えていく一方で、そう、うん、そんなわざわざ、いや、あげま、いや、だから全然いいですって。いや、別にいいけど、はい、手間なのは変わんないんだから。そうだったら1個手間増えちゃうじゃん。いや、腹いっぱいなんです、本当に。この生活なんで8年間やってこなかったから。俺は知らないけど、でもまあ、いや、気持ちはわかるよ、うん、俺だってすっごい、いらない、そうですよね、実家で、実家ですっごい母にいつやんの。あ、言った、そうか、知ってるから、知ってるからね。あ、いつやんの、母見たいんだ、いつやんの、今やっとかないと大丈夫。40歳、もう2日目から言ってた。うわ、めっちゃ協力的な、今じゃないの。いや、時間空いてるし。で、なるほどね、じゃあちょっと行きましょう。見たい。1枚目から、あの実家だもん、いや、いかついやろ食材。野菜ジュース、野菜ジュース、ちょっと、あの、ね、母が、うん、ナポリタンの作り方がこうだって、え、野菜ジュース使ってるんですか。だからちょっと、そう、あのなんか野菜ジュースでしょ、で、はい、玉ねぎ、ピーマン、あのウインナー、いいウインナーですね。で、あのパスタでしょ、うん、パスタ、早腕で、あの生ニンニクなんだ、あれのチューブですね。あ、はいはいはい、で、マジックソルト、あれ、そう、マジックソルト、うん、あれをちょっと覚えておいてほしいんだけど、はいはいはい、で、これをもう2日目ぐらいの時に準備してやった。え、あ、すごいことです、料理教室じゃない。確かに確かに、めっちゃ協力、準備しといたよみたいな。うわ、で、じゃあ2枚目、うん、はい、実家だな、これは、これは自分で決めます。わー、すごい、もちろんもちろん、お母さんじゃない、これもちろん自分 で、だからちょっと粗いじゃん。確かに粗いね、確かに、ピーマンとか、そう、で、ウインナーの時にこの包丁ちょっと切り
味悪いなっていうクレームは入れといた。いやいや、こんだけ用意してもらって。そしたらそうなのよとは言って。いやいや、優しい。分かってきた。そういうのもね。仲いいな。でっかい炭の上でなんか。炭じゃない、まな板まな板。これ外ですか？黒のまな板。高級料理置く石のやつじゃないですか？確かに。全然まあ普通のまな板。大理石みたいな。わかんないけど。で次いいですか？はい。わー。え、まずこの形のこれはフライパン、鍋かな？鍋。え？鍋フライパンみたいな感じ。こんなん出てんだ。深くもなく浅くもなくみたいなフライパン。めっちゃいいよ。このなんかこの形だと丸じゃない形。これは塩コショウで炒めてるんですか？見た、あ、そう炒めて、はい、あのニンニク入れてる。あの、この時にニンニクと塩コショウ入れてる。で、じゃあ次お願いします。で、どういうこと？お湯を入れたのよ。ほう。どういうことだこれ？茹でるんですか？茹でて、はあ、この中に入れるのよ。あ、味がだから、どういうこと？一回捨てたじゃんよ、お湯。あ、お湯切ったじゃん。ね、あの切らないでそのまま茹でれるんだって。でも、あ、麺をか。あ、だけど、まあ、具がないから、ね。やかで具なしで。危な、危な、ま、ミスったと思ったんですけど、危な。いやいや、でもこのまま、このまま茹でました。茹でるんじゃあ、次お願いします。で、ここでケチャップの代わりに野菜ジュースなんですって。ほんとケチャップなかった。そうだ。お、騙された。なるほど、ケチャップないんだ。なかった。なかったっすね。この写真って誰が撮ってんすか？あれさん両手使ってます。母使って。え、隣にいたんすか、ずっと。隣にいたんすか。先生が教えてくれ。で入れすぎ入れすぎとか言われてそうですね、なんか、うん、3カップまでねみたいなで入れました。すごい初めて見た。で次お願いします。で薄かったから結局ケチャップ入れました。あ、そういうことはね、多少はね。でもこれだってスープな、ね、ナポリタンじゃなくないですか？そうだ、俺もこの時点で、あれこれナポリタンじゃない、うん、くないってなったんだけど、はいはいはい、いいじゃんスープナポリタンでとかって言い出したあるんだ、まあ、北海道はね、なんかスープ系で、ね、でも結局ね、じゃあ次お願いします、はい、あれ？え？あれもこれだけでした？あれ？なんか飛んじゃった？届いてない。あ、じゃあ工程が、はい、確かに出来上がりが、そう、出来上がりのやつも送ったはずなんで多分遅れてなかったの。あ、なるほど。この後にウスターソースとオイスターソースも入れてる。そうや、そうカレーみたいなもんだもん。結構煮込むから水分吸って結局そんなにスープじゃないのよ。ああ、確かに。なんか見た目ソースもね、なんかで母が食ってうまって言う。これお母さん。あ、お母さん風俗嬢だから隠してるわ。違います。未経験だけど銀行員って言ったら若いですね。確かに若いですよね。若い、はあね、手が若いですもん。あので背筋もピンとしてるし、ああ、でももうすごい照れて全然止まってくんないの、写真撮ってたのに。ああ、なるほどね。その様子なんですね。可愛いらしいお母さん。うわー、素晴らしい。後ろに飾ったのは全部あれさんの写真とか。え、マジですか？あれは、ま、孫たちだね。あー、ズームしなきゃいけない。個人情報見えるんだこれで。孫たちだ。あ、可愛い。孫ということは姪っ子、あれ、そうそうそう、あ、なるほど。この子たちが今思春期で迎えちゃってる。そうそうそう、康介あの時あんなに喋ってくれてたのに。さあ、ということで、あ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 、ごめんなさい。いやいや、すごっ。え、めっちゃうまそう。あれ、俺が作ったナポリタンね。めちゃめちゃスープからこんななくなるんですか？で、サラダは、はいって言って出されたやつ。ああ、まあ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 。すげえ。で、あれは豆乳なんだけど。豆乳。で、あれ見て。マジックソルト。うん、あれね。はい、チーズって言って置かれたやつ。え？どういうこと？どういうこと？え、使ったんすか？あ、はい、粉チーズって言って。マジックソルト。あ、母はあれを置いてた。ボケってことですか？どっちの方？その、心配になる方が。本気でこれがチーズだと思い込んで、置いてきたんだよ。え、で、言ったんですか？これチーズじゃないよって。これ、さっき使ったよね。とは言った。あ、そしたら、え？いや、チーズだよ、それって。分かってないですね。分かってなかった。ブーしなかったんですか？うん、さすがにしない。あの、1週間、じゃあ、ゼロブー生活。ゼロブー生活。なるほどね。はぁ、いや、でも、いや、素晴らしい。いや、美味しそう。本当に素晴らしい。え、どんぐらいかかりました、時間、ナポリタンの。いや、母は、うん、あ、このやり方だったら、10分、15分でできるのよ、みたいな。あ、はい、はい、だけど、まあ、俺の手際が悪いから25分ぐらいかかる。あ、でも、それで25分でできたら、よかったぐらいかった。え、僕は、もう、あの茹で時間が7分だけかかって、うん、2分だったんですけど僕7、8分かかってあれでじゃあ10分近く使ってます。2分のやつ使ったらもっといや、めっちゃいいですね。ということで、じゃあひなちゃん、はい、恒例の、あ、そうだ、前回もひなちゃんに決めてました、ね、そうですね、確かに、確かに、あ、点数をもらいましたね、それ、点数もらいましたね、そうだそうだ、
愛ひなちゃんいる今、ま、いる負けたらどうとかあんの？いやないです。あ別にない。これ、はい、特にないです。ただ気持ちが、はい、あの落ち込むから、ね。確かに僕はちゃんとあの旗もちゃんと自作ですからあれは。ひなちゃんが家帰って用意されてた嬉しいのはどっちかということですね。それはね旗の方。ああそう。まあねどっちも頑張ってましたから。いや作りましたいや確かにでも腹いっぱいですから。食わなくてよかったさあれ。さあひなちゃんの帰って嬉しいと思うのはどっちの料理でしょうか。母泣いちゃうけど。あれさん。よーし。まあ。ああよかった。それはそうだよ。すごい真っすぐ見られたんですけど、真っすぐ見てるんですけど、めっちゃ次古川さん宛てに書けばいいんじゃない？なるほどね。ひなちゃんは多分落とせない。ひなちゃんなかなか。大平くんでもいいし。いやなんで？誰でもいいよ。旗のいやいいですね。じゃあ料理はちょっとまた次は何作るか決めていかなきゃいけないですけども、あれ？あの評価がいい評判がいいんでオープニング。やりましょう。20分使いましたよもう。そうよそうなのよ。企画が2個やっちゃってるから。そうか。のりこのりんさん、はい、こんばんは、まあ、今週もめちゃくちゃ笑いました。私の笑い声が近所迷惑になるんじゃないかと思うぐらいそんなにそんなにカビコン近所迷惑の笑い声カビコン自分ができる全力の笑い声やってみて。あお前そんなんじゃ迷惑じゃない。いや全然どのシーンで、あいや全然これだったら。あれもいける。泣いてない確かにこれよりもじゃあ声でかいの。ノリコノリノリさん激ヤバいやん笑い方してると。今度ですね。そういう笑い方したかったね今日パチンコ買ってね。確かに。え、なんでめちゃくちゃ質問めちゃくちゃ爆笑してるんですか。いや慣れてないんだなと思って深くないし。ああ面白い失神するといきます。はい。大鍋つねさんにママがお化粧してくれなかったのは綺麗になった大鍋つねさんを見て、ね、安楽さんが鼻血を出してしまうのでそれを防ぐためだと思います。なるほど。あれさんも大鍋つねさんもお料理をして大好きな人の胃袋を掴んでください。ああなるほどね。好評ですから。好評なのか。誰が言ってんの好評。確かに今だってもうね大好きな人のうちの母だけだよいい企画もいやそれは息子はね、まあ、まあ料理でしか健康的になりますね、うん、あとダイエットもあったら一緒に回す全部やってダブル企画ダブル魂でも植物媒体コウスケさん達也さん浩平さん健吾さんごきげんよう。ごきげんよう。私事ですが放送の翌日18日は誕生日です。おめでとうございます。もう少しだ1時間半皆さんに支えられてここまで生きていることができました。ありがとうございます。すごいね。あと久しぶりに裏垢を稼働させましたのでよろしくお願いいたしますということで、アルテミスさん、アルテミスさんございますね、というオープニングお便りでした。おい全然好評じゃないやノリコノリオさんだけやすごいぞお前そんなすごく緊張迷惑だ太かったには思うよね。確かに鼻が鳴ったしな。いやこれからですよ。だから料理もどんどん凝っていくんでね。汚かったっすね。さあ、おっしゃいましたんで、行きましょうか。風体験今日いっぱい来てるんでね、はい、ということで、この番組は有限会社吉田組さんと、はい、小田原うろこさんと、はい、麺どころ貫徹さんと、ラーメンハヤトさんと、はい、リラクゼーションゆらくさんの提供でお届けしております、はい、それでは CM ご覧ください、どうぞ。乾杯。お待たせしました、アサリグラタンになります。うわお待たせしました、金麺の煮付けになります。うまそう。お待たせしました、イートマツクでチヂミ風になります。待ってました。お待たせしました、お会計になります。うろここんにちは、んこそばさよおなら、ブーただいマリオネット。マジ意味わかんない。本当にパスタ系がいいわ。パスタケチャップ系。あ最近ブーのしすぎで体が凝ってるな。パスタケチャップ系で来い。そうだ。ナポリタンしかない。ナポリタン。ミートソーススパゲッティ。あさあ、はい、ました。はい、残り35分。はい。はい。じゃない25分。25分。えっ、ー、とですね、アレさんとヤカベが来週作ってくる料理が決まってなかったということなんで、はいはいはい、今から25分間、はい、アズーリのアカウントにリプで、はい、料理の名前を募集します。なるほど。本番中に来たやつの中から絶対に作らなきゃいけない。うん、ですが、はい、もし、はい、1通も来なかったら、うん、免除。よっしゃ、いけ。
お願いします。もう母はいないんです、はい、もう、アズーリ宛て、あのタマスジアカウント今誰も見れないんで、アズーリの、番組のリプのとこに送っていただけたらと思いますね。一通しか来なかったらそれが確実に。いやもうせめてちょっとめっちゃ怖くないですか、最悪あのケチャップと、うん、あのパスタ麺を使う料理でお願いします、まあね、ずっと同じだろさあということで気を取り直してやっていきましょう。僕と私の舞台剣、一週間ぶり、一週間ぶり、あのチーズの時にブーしてあげればよかった。ああそうですよ、ね、クイのブーが、ね、もう次行くの4年後かもしんないんだまた同じボケしちゃう。新ポストカードがまだできてないものの、うん、結構順調に、おお、まだね 2,3 人しかまだ当たってない。あ、そうなんですね、はい、今のうちに。僕の髪色ってどうなった？おお、確かに本当だ、変えなきゃ。あ、今ね、2人だけ書いて、あー、よかったよかった、まだ書いてないの。あー、よかった。じゃあオールバックメガネバージョン写真送っといてもいいんじゃない？あ、そうですね。そっちがいいの？それが安楽の方なんですよ。確かに。あ、本来でも、玉筋の姿だよな。玉筋の姿は、まあ日によって変わりますね。ライブアウトだったら頭上げてるし。ヤカベもね、普段の姿でいいの？確かに。どっちがいいの？こっちじゃないですか、僕はやっぱり。オーナメツネスタイル。オーナメツネスタイルじゃないと、やっぱり僕は。ちょっとマスク一瞬ずらして。あの、おはようございます。アイワーク！これね。なんで僕だけ、なんで僕だけちょっと正義の顔じゃないですか。一緒の顔。今日ね、大鍋常が遅れてきたじゃん。はい、あ、遅れてきました。で、アレさんがママのところに北海道土産渡し、はい、古川さんがずっとこれタブレット持って写真、はい、あ、でもダメかとか言ったら、はい、あ、いよいよ二人撮っちゃう。安楽と俺が二人でやってたら、はい、古川さんちょっと考えた後に。裸だけ言う。あ、そうだ。アーノルド・シュワルツネッカーの裸バイブレーション今日の、はいはい、うん、アーノルド・シュワルツネッカーとバイブレーション今日がいないって、なるほど、速度に判断して。いや、さすがですね。裸パシャッと。いや、裸はどうかと思いますけど。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしかった。これは素晴らしい。さあ、ブー体験、どんどんポストカード当てていただきたいと思います。はい、玉筋ネーム、のりこのりなさん。はい。玉筋ファミリーの皆さん、おはようございます。おはようございます。午前3時53分に来ておりますね。ブー体験です。はい。ガタオカさんが離れていくのに、安楽さんが近づいてくる、うん、私の体重です。なるほどなるほど、つまりなるほど間にいるってことになってて、俺が離れてって安楽が近づいてくる。なるほどなるほど、もうすぐ安楽が並ぶんじゃない。あ、確かに。ってことは今日何っけ、73点いくつだったね、6とか、はい、6とか、はい、じゃあそのすぐ下にいるんだろうね、きっとね。なるほどなるほど、73.4 とかいるかもしれない、はい、めっちゃバラしてんじゃん、大丈夫。確かに本当かな、確かに。その人がね、部屋を体重爆部屋にバレるぐらい大声で笑ってるから、ブー出ませんでした、ここまで暴露したのに。確かに、身を削って、難しかったです、はい、頭使うの難しい。確かに。今日うちの母とどっちがブーカーだっけ、ちょっと。ああ、そこ線引きね。今日は。ああなるほど。チーズと言ってマジックソルトが基準。基準、はい、ね。あ、結構そうですね、オーソドックス。うん、なるほどなるほど。玉筋ネーム武蔵丸のリップさん。はい。皆さんお久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。昨日伸びてきた前髪を切ろうと思い、うん、ネットで見た。ねじって前髪を切るというのを実践したら失敗しました。わざわざね、手間かかって。いや、すごいな、マジ。面白いだろうな。前髪ねじって切って、切って離したら全然ねじってないってことだもんね。すごい。そんな切り方なんですか、プロもやったりしてんのかな。俺はやられなかった気がする。あ、そうか、そうか。妹さんがね。妹さんが。うん、おー、すごい。やってじゃあ、出ました。出ました。素のポストカードおめでとうございます。いいですね。これが、マジックソルト以上。あ、そうですね。うん、なるほど。体重は、もっと下です。体重はもう。あ、全然下。皆さん頑張ってください。体重軽かったです。植物パイセン、はい、ごきげんよう。ごきげんよう。ブー体験です、はい、割とハードめな大人の映像を見ているのを父親に見られそうになり、必死に隠したら逆にちょっと怪しまれました、うんね、というので、ね、だから落ち着いてればバレなかったのに、なるほど、うん、隠してしまったから、あたふたしちゃったからね、何を隠したんだみたいな、そういうことだよね。なるほど、割とハードめな大人の映像を見ている。ハードめだから、パイセンのハードめは本当にハードだから、ね、確かに、うん、でもジャンルわかんないですよね、本当に。まあ SM が多いよね。ああ確かに、ね、木馬とかの、うん、木馬とかも好きだから、でもなんか幼虫の交尾とか、なるほどね、幼虫が SM してるみたいな、幼虫の交尾、幼虫の交尾を娘が見てたら親父は嫌だか、親父は、確かに娘で一番見て嫌だったのはそれかもしれないですね。
AV よりも幼虫の交尾が幼虫の交尾って何だ成虫です成虫です出ませんでした。みんなね暴露すればするほどね確かにこれ暴露損の可能性がありますね。暴露損がすごいな。もったいない。あ、来ました、はい。パイセンの裏垢アルテミスさん、あ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。舞台券です、はい。先日家族で外出する機会があり、うん、お昼にいきなりステーキへ寄りま、いきなりステーキへ寄りました。お、うん、個人的にかなり久々のいきなりステーキだったので、うん、こんなに美味しかったっけと驚きました、うんうんうん。特に一番美味しかったのはステーキに添えられていた人参でした。うんうん、おー、あー美味しい。確かに確かに、なんでそのあやさんも違うところにいるんですか。僕らと同じ目線なんですか。すごい。なんでハラハラしてるの自分で。正直すぎますって。なんで自分でハラハラしたんですか。おもろ。出そうだったんですか。出そうだったのに。自分でも言葉してないですか。してない。フラットでやってる。フラットでやってるから。で今そんなにさ。いや今のところ切り抜け欲しいな。耐えた。葛藤。葛藤しんのすけさん。自分次第。惜しいね。惜しい。ちょっと狙いすぎました。あ、いやでもブーだったよね。ブーですよね。ブーですね。まあ残念。まあ次回もね、その裏垢からもどんどん応募して、ね、何が美味しかったのってこっちが質問して、あ、そうね。人参だったらブー、はい、完全ブーなんだ。シェフ目線。確かに確かに。そうね。あ、そうですね。会話そういうことっすね。そういうことだ、ね。自分でやっちゃうと、ね、そう、まあ、そういう企画だからしゃあないですけどね。確かに。絶対人参なわけないですもんね、本当はね。そうね。はいはい、絶対肉が美味しいんだから。玉筋ネーム復活パンダさん。はい。僕たちの舞台券。はい。この間電車に乗っていた時の話です。目の前に立っていた若い女性2人組のうち、1人がずっと自分のことをわしというので、うん、珍しい方だなぁと気になってしまいました、うん、今時第一人称をわしという若い女性もいるんですね。確かに。そんなおいどんはいいよそのいやこいつはお笑いを分かりすぎてきてるこいつはちょっともう冷めるなちょっとそお笑い分かりすぎて冷めるわ。確かにもうこのねなんかもう人参ぐらいでいいんすよ。ほんとにいいよ人参であげてほしいんすよ僕は。いいだよそのもうあのなんか霜降りさんとかのなんかそのもう芸人さんのとこ行ってくださいほんとに。いいよもうもう会社職人でそのもうほんとにあのオールナイトニッポンとか出してくださいいいですか。最後は行かずにもうああもう読まないでほしい。何だったんですか最後。ちなみにちょっとそんなおいどんは降りる予定の駅降りれませんでしたという内容です。足が気になってしまう。いい綺麗な。いや綺麗ですけどね。ちょっと強すぎますよね。急にね。ちょっと強すぎ。ちょっとこの番組卒業してもいいかもしれない、ね。卒業しないとダメですよ。これ面白すぎるわ。みんなが全然成長しない中で。すごいね。チカちゃんとスパさんだけどね。チカちゃんと並ばないでほしい。この順番がね。だから体重さっきのね乗り越えさんの体重で言ったら、復活パンダがどんどん離れていくわけでしょ。離れていって。で、チカちゃんがどんどん離れていく。安楽が確かこの辺で。なんでなんですか。復活パンダ、安楽、チカちゃん。チカチカ。チカチカ。チカチカ。ぐらいの。あ、1111切り番ですね。すごい。はい、ね、ポストカード。字が出ました。字のポストカード。ありがとうございます。切り番ですね。はい。さあ行きましょう。最後。あ、玉筋ネームスーパーストロングボッキマシンさんより、はい、今夜も矢壁に読んでいただきたいと思います。いやでももうあの作者聞かないですからね。もうということなんで、なるほど。まあここだけは読んじゃダメというスタッフさんからの指示だったんで、それは、ここだけはダメですと言われたんで。はい。ブー体験。玉筋の皆さん、まあ丸丸ちんちんこ。うん、はい、そうですね、これはあの湖じゃなくて、これはこうなると、そうですね、女性器になってしまう。そうですね、はい、これよくないですね、はい、はい、昨日、サツキ賞3連単が見事的中、うん、5万円以上勝たせてもらいました。おお、素晴らしいな。これでアメリカンチアガールに行けます。あ、風俗ね、うん、それはさておき、うんうんうん、人生には3つの玉袋が大事だという話有名ですよね。3つの玉袋3つの袋か、3つの袋がいいですよね。もう勝手に持っちゃうじゃん。怖い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 2つだろ玉袋は。玉袋は1個玉が3つの袋が大事だという話は有名ですよね。すいません、東京刺激だね。東京刺激、北海道ね。あんな平和だったら過ごしてたのに。結婚式にもよく使われる話ですが、まあそうね、まず一つは池袋、うん、ああ使われる、ね、これは都内どこに行くにも大事。うん、二つ目は金玉袋、二つ目で、うん、玉がなければ子孫は繁栄しません、うん、まあもちろん。さて玉三郎を改め玉しゃぶろうに問います。3つ目の袋とは何か、うん、
芸人らしい回答でお答えください。芸人らしい回答でお答えください。ああ、なるほどね。ちょっと待って、おい、チャレンジ、おい、おい、なっちゃった。おい、趣旨変えないか。いけ、おい、ゲーム、この3回。いけ、復活版で超えろ。じゃあ、振っていくんで。ちょっと待って。で、あれだの、ちょっと待って。ということですね。なるほど、確かに。ちょっと待って。袋って何？もう、あ、そう、トレントレン。おさらいしましょうかね。人生には3つの袋が大事と言われますが、うん、まず1個目が池袋、はい、都内どこに行くにも大事ですね、2つ目は銀玉袋、銀玉袋、はい、玉がなければ子孫は繁栄しません、はいはい、さて玉三郎改め玉三郎さんに問います、はいはい、3つ目の袋とは何か芸人らしい回答でお答えください。どうぞ。3つ目の袋は袋です。ピヨ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 おい！見て見て表情表情。殺すぞ！関係ないじゃん。関係ないじゃん。なんでよ。関係ないよ。みんなスタッフさんは仕事俺らのためにやってくれて、冷ややかな目で見せなきゃ。冷ややかな目で見ないでくれ！おい！ガッツ！一番やかもまだ。まだ湖言ってたのマシかも。湖言ってたのマシかも。袋。これは。袋。理由とか大丈夫ですか、うん、理由とかない。いや、袋、うん、なんで袋なのか。結婚に大事なのか、なんで、うん、はい、あの、うん、やっぱ鳥みたいにね、うん、こう鳥みたいに素早い方が離婚も成立しやすいな、うん、てへもうてへとか言わん笑ってない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 。おーいあ、ちょ、お口直しお口直しお口直しパイ釣り。じゃあやめろよ。どっちか迷ってる。笑ってる笑ってる。おい、パイ釣りおるんかい。どういうこと？お、頭終わってるやん。なんで？残念ながら、ボッキさんブーデーズということなので。毎回このやり方で来たらもう大変。違う違う違う。よくないって。ね。もうブー狙ってんの？狙ってないやん。もう何でもいいんでしょ。何でもいい。もう誰ってのが苦しんでれば。苦しいね。ということで、今日も2。しか出なかったと、はい、そうですか。ホストカードなかなか出づらくなって、ね、今日はいない。あ、今日確かにいないですね。どうしようか。寂しいです ね、今週はブータイがなかったってことですかね。じゃあそういつもやろ。さあ、ということで CM を挟んで、はい、スペック選手権に行きたいと思います、はい、あれしんのすけと大鍋つねの手料理もどしどし募集しておりますんで、そっか、あずうりのリプにお願いします、うん、それでは CM ご覧ください。どうぞ。さあ、来ました。はい、リプが来ております。おお、2通来てます。よし、やばいよ。関係ない話であれ。植物パイセン、はい、パイセンがその時見ていた大人の映像のジャンル、おお、上がってないので皆さんのパイセン理解度はまだまだ伸びしろがありますね。はい、ちなみに、あ、なるほど、これは読んでいいのかな。え、キマルセクですということで。ああ、そうですね。ああ、なるほど。まあまあ、これは隠せば大丈夫な、うん、そうですね。これは、うん、なるほどね。また暴露して変な空気に、ね、またそうですね。リアクションがリアクションが難しい。ああ、料理じゃなかった、よかった。そうですね、とりあえずね、来ました、料理。おい、あ、マジ誰だよ。スーパーストロングボッキマシンさん。おお、やべ、ロックなんでないの。餃子作ってください。うわ、リアル。めっちゃいい、めっちゃいい。もう、おいおいおい、かっこ冷凍やスーパーの出来合いの餃子ではなく、種から作り、皮で詰め。いや、じゃもう、だ、食材が余るって、これマジ意味が。これはリアルだね。頭おかしいやつ、さっきから。餃子はでも楽しいですよ、うん、皮とかだって 50枚入りとかだから。いや、違う違う違う、いや、マジでいらないから、その、もうまだわかんないです。まだわかんない、もう一個来てます。玉筋ネーム、ゆきゃまるさん、ありがとうございます。カニチャーハン。カニチャーハンって、でもカニチャーハン、あ、カニチャーハンがいいわ。カニチャーハンとしか書いてないんで。カニはどうする？カニあれですよね、なんかありますよね。北海道で見てきたけど、毛ガニ1万円ぐらいするし、あのタラバガニ1万5000円とか、高っ。まあ、それで。いや、だってカニチャーハンが。カニってどこ、どうやって、缶詰みたいな。缶詰でいいです。まあ、あるし、カニ、まあ別にこれはもうアイデア勝負ですから。カニカマとかに、カニカマだろうが、
あ、それもカニチャーハンになるんだ。カニでしょ。まあまあいい。だってあれをナポリタンと言ってんだから。何にも入ってないケチャップ。いや、チャーハンか。まだまだ募集しておりますので、最後はこんなくらい選ぶということなんで。麺がええ。それでは、やっていきましょう。すじっこスペック選手権。よいしょー。今回もテーマに沿って5通来てますんで、はい、なるほど。これ共感度選手権になりますかね。なるほどなるほど。どうしよう、5枚だとどう戦うべき。5枚か、2、あ、そうか、でも関係ない。そうだね、4枚1人ずつやって、1人ずつやって、余りは余りで不戦勝しますか。じゃあ不戦勝にしましょうか。不戦勝と1位にプレゼント。なるほど。で最下位が来週お化粧、あ、そうかにしましょうか。1回で決めてね、はい。はあ、じゃあ読んでいきます。じゃあスタッフさんの共感度ということなんで、はい、お願いします、はい。さあ、ストップお願いします。はい。ストップで。はい。やってます。ストップで。はい。頼みません。ストップ。はい。しゃい。さあ、ストップお願いします。ストップ。こっちか。じゃあ最後、不戦勝の人は最後に読みましょう。はい。さあ、今回のテーマが、はい、あなたが経験した不思議だなぁと、経験じゃないか、あなたが不思議だなぁと思うこと、なるほど、というのを募集しましたんで、うん、審査委員長ひなちゃんが一番共感できた人から、ね、本当に、勝ちということで、はい、それでは、はい、誰からいきますか。いきます。お、いき、いきなり復活パンダさんです。ああ、どっちだろう。あなたが不思議だなぁと思うことは、誰もいるはずのない隣の部屋からいつも物音が聞こえます、うん、いつも不思議だなぁと思います。うわっ、おっしゃ、何してんの、すごい、すごい、すごい、ブー体験に全力を尽くす。ブー体験、おいどん、こいつやば、おいどん、おいどん、おいどん、やれ、ボケろや、別人ボケろよ。ボケなんじゃないだから、普通っていうボケ、それが不思議とかじゃなくて、それ幽霊だろうってことなのかな。いや、普通に不思議だなってちょっと思うよ。不思議ですよね、普通に。なるほどね。これはいいんじゃない？チカちゃん。これはなかなか。チカちゃんが名前変えて。復活パンダってこと。褒められたいから。復活パンダって名前にすれば褒められると思って。なんか多いとこチカちゃんいや、また裏があると思ってね。さあ、じゃあ。よっしゃ、よっしゃ。じゃあ、いきますか。はい。スーパーストロングボッキーマッシー。危ないよ、これは。不思議だなと思うことを教えてください。ヤカベの人生。え、やば、弱っ。今日みんな雑魚いぞ。あれ、よっしゃ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 、無体験全振りでいってよっしゃよっしゃ。僕いきましょう。はい、はい、いきます。あ、いきます。玉筋ネーム白いキョトンさん。あー、どっちだろう。不思議だなと思うことを教えてください。まず挨拶もあるんでね、いいですか。はい、片岡さん、アレさん、安楽さん、ヤカベさん、すべてのヨーロッパの皆様、日本人、こんばんは。あれ、うん、私が不思議だなと思うことは、大丈夫ですか。なんかあるこっからね、こっからよ、はい、内容。いやいやいや、ヨーロッパ上で、ヨーロッパはね、読んだからには、読んだからには上からね、ヨーロッパにね、あるね、だと思う、だから読んだ。あ、あるの。いきます、はい。チューリップの花言葉が、全体的にはいい、ハッピーな意味なのに、色別に細かくすると、黄色いチューリップだけが、悲しい別れとか、望みのない恋だとか、ポジティブではないことです。うんうん、見た景色として黄色いチューリップは元気になるビタミンカラーなのに、なんでなんで、責任者出てこいや。謝罪会見と意味をポジティブに変えてくれなきゃ私死にます。怖っ。よっしゃよっしゃよーし、一番高いだぞ。長弱、長弱が一番怖い。怖っ。ヨーロッパから、ヨーロッパから、ヨーロッパから、ヨーロッパから。ちょっと挨拶だけ、僕挨拶だけ読んでもらって、挨拶だけ。片岡さん、アレさん、安楽さん、ヤカベさん、すべてのヨーロッパの皆様、一番つまんないそこは。日本人、こんばんは。よーし、よし、これはいける。もうちょっとでもいいですもん、ちょっと上でもいい。そうね、そうね。あ、来た、よし。食スパイセン。あ、あなたが不思議だなと思うことは、不思議な出来事、不思議な出来事、ライブで偶然出会ったストロベリーロマンスをきっかけにして、今こうして玉筋に投稿していること、うん、あの日あのライブを見に行かなければここまでストロベリーロマンスのファンになることも玉筋下ネタ四天王になることもなかったと思うと、一期一会のご縁は不思議なものだなぁと思います。いや、これはいい感動ね、一期一会ですよ。いや、これはだ、いやいや、勝った勝った勝った、やっぱ不思議。じゃあ、でも本人のちゃんとね、一番ヤカベの人生が不思議だよ。どこがどこが、うつ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 、納豆しか食わない。いや、もうあの復活チャンス。あれ、自分の手札、これ
じゃあダメだと思う人。いやそんなじゃない、はい、これと入れ替えて、その代わり、いやいやいや、これは絶対になります。なるほど、誰か行くかみたいな復活チャンス。これはもう負ける、あ、行かない、僕行かない、行かないことは絶対いい、これはいい、だってもう実体験、共感、共感、行く、これ、やさみの人生お前下げんなよ一応言ったけど、一応言ったけど。ってなると、やかべの人生がおのずと不戦勝になります。もう。そして、アレさんはこれで。なるほどね。誰か分かんないです。OK ですか？おー、いいの？逆にいいの？いや、行きます、僕も。行く？はい。いや、じゃあ、あら、どういうこと？誰が？ってことは、二人ともこれ。いや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 、そんなこと、そこで差つかないでしょ。じゃあ、じゃんけんしてください、そこは。いいですか？勝った方がこれを。ありがとうございます。いや、これマジで1位でしょ。行きましょう。最初はグー。じゃんけんぽい。お、これすごい面白い、面白い。ちょきちょき、じゃあちょきちょきしてみて。ちょき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 。負け。ちょちょ、何の話ですか。最悪だ。最低。長つまんない。聞いたの、さっき聞いたことある。さっき聞いた。さっき聞いた。こんな感覚？じゃあどっち勝った？ヨーロッパの皆さん。俺です。あら、ね。いやでもいいのね。じゃあ、アレさんがこれ。いや、でも、雑魚の可能性、アレさん、雑魚の可能性あります。いや、そう。さあ、お願いします。はい。ノリコノリノリさん。お願いします。お願いします。あなたが不思議だなと思うことは、ストロマさんのウィキペディアを見たら、ガタオカさんの体重が違いました。あー。よし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 。よし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 。よしよし。体重違うんだから。不思議じゃないでしょ、毎週見てる。違うなかったよ。痩せてってるってわかるでしょ。違う。もっと本当は痩せてるみたいなやつなんじゃない？ウィキペディアは。チェンジミスの可能性ありますよ。さあ、ということで、ひなちゃん確認。これ最下位です。最下位。隣から、まず1位決めようか。まず優勝。よしよし。そっか。ね、隣から、謎のなんかポルターガイスト現象。言ってない、言ってない。いや、ちゃんと言って、ちゃんと。ウィキペディアの体重。それから、ヨーロッパの皆さん、こんにちは。からの、最後死んでしまう。で、僕は一期一会ね、大事な。出会えて1位をまずいいことだけど、たまたま行かないと、そのライブで優勝者ポストカードです。いや、これでしょ。ひなちゃんの選んだ1位はチューリップの花言葉。ちょっと待って、怖い。そういうことじゃないのよ。いや、死んでも。じゃあ理由がね、これ。いや、ひなちゃんを見くびっちゃダメよ。いやこういう分かってね、深い。なんか理由書いてくれてるかもしれない。あ、選んだ理由、1位だった理由。ヨーロッパの皆さん、こんにちは。京都さん、おめでとうございます。こちらポストカードプレゼントと、僕北も不戦勝。ヨーロッパが面白い。あー、もう逆にね、逆に関係ない、シュールすぎて。関係ない。うるさいね、分かる分かる。逆にね、分かる。あれ面白かったよね。最下位は、これさすがに最下位。いやいや、でも一番意味わかんなかったと、不思議じゃなのに共感できなかった人が来週決勝。いや、だって普通にこれだからさ、毎回朝早いんだよ。人との出会いで毎回朝早い。違うところで戦いだってしかも大爆笑で隣に迷惑かかる。最下位ね、人との出会いって不思議なんだってね。番組が笑いすぎて人との迷惑って、結構こうやって僕らも出会ったから嬉しくね。スタッフも最下位ね。隣の部屋が大爆笑でうるさくなるみたいな。スタッフも嬉しくない。さあ、ひなちゃん、どうぞ。最下位だね。最下位、体重。あ、あれさ。あー、よーし、危ねえ。え、じゃあ、だからだ。え、これ、やかべの人生だったから。やかべの人生だったら。誰が最下位？あれさ。どっちみち、どっちみち、そういう夢だったんだ。そういう夢だった。じゃあ来週ドベツ引いたんだよ。逆にすごい、ドベツ引いた。来週はお化粧ということで。よしよしよし。さあ、そしてここで残り1分半なんで、もう決めなきゃいけないんですけど、ゆきゃまるさんから来ました、カニチャーハンの詳しいですね。あ、そうですか。カニは缶詰使用で OK。 あんかけでね、卵2個。また買わないかんになる。刻みネギ、青ネギ、中華だし、片栗粉、塩コショウ、ごま油。という。あんかけカニチャーハン。ちょっと条件はきついわ。そうですね。そうですね。まあ。あともう具材、具を買わないといけなくなる。そうそう。それは買わなきゃいけないんだけど、本来はね。じゃあ、どうしますか。青ネギとかをマジ買い取ってほしいわ、じゃあ。餃子かカニチャーハンなんですけども。カニチャーハン。いや、ネギは別に売ってるから、切ったやつ。いや、めちゃめちゃあるでしょ、あれ。いや、ネギ。それこそ本当に片栗粉なんて、そんな片栗粉100均で大丈夫ですよ。いやいや、違う、料理ができないって。いやいや、トロトロにできないって。ちょ
じゃこれじゃあもうあれにしよう、くじ引きにしますか。いやカニちゃん、カニチャーハンって、カニチャーハン、カニチャーハンか餃子、餃子なんてもうダメ、あのあんいら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 で割れてるでしょ。でも今アレさんもだって、いやいやあれだ、いやいやいや餃子、いやカニチャーハン絶対だって炒めるだけですって。じゃあ餃子で作っ、じゃあくじで、さあ、いやマジやばいやばいやばい、餃子無理、どっちでしょう、餃子だけは、どっち、右か左か、いやちょっとヤカベやって、俺先週決めたから。いや俺マジちょっと餃子なんて、ちょっともう俺今日運ないから俺。じゃあ僕側、こっち、はい、こっちね、こっち、はい、僕側です、はい、僕側でいきましょう、餃子です。いやほんと無理、もう頭おかしいって、ということで来週は餃子を作ってきていただきたいと思います。いやもうちょっと以上、読み物の魂さん、さよなら、やだよ、ありがとうございました、結構第一、ありがとうございました。いやマジでワン、ツー、スリー、フォー、曜日を考えよう、分別大事だよ、うーん、うーん。